試合があるごとに記録を伸ばし続けている大谷翔平選手の活躍はアメリカ、日本をはじめ海外にまで広がっている二刀流を今シーズンにアメリカリーグでの実現は夢のような出来事でアニメの世界から飛び出したような大谷翔平選手をクレイジーとか人間離れと評価は様々にしても2021年の野球界に歴史を残し得る状況にある ここまで来るまでの努力は誰にも分からない心身ともにトレーニングを行って、こそのことで腕、足、肩の筋肉はすごいものを持っているオープン戦のシーズンの時などは怪我手術などで全く成果のない時などがあったが一野球ファンとしても活躍ぶりで驚いているこのように活躍している大谷翔平選手について現役の選手はどう評価しているのか 紹介します。そのいくつかを紹介します。ジャスティン・ジェームズ・ワット選手。最近、大勢の人々が大谷翔平について話しているように感じる。だが、それでも、大谷翔平という存在に対する会話の数としては、圧倒的に少なすぎる。彼が野球でやっていることは、常記を一視している、狂っている。ケビン・デュラント選手。 大谷翔平はビデオゲームからそのまま飛び出したような存在だ。ケビン・デュラントもそれをよく理解している。大谷は別種の生き物だ。マーカス・ストローマン投手。大谷は神話上の伝説が人間の形をとったような存在だ。彼がやっていることは信じられないほど素晴らしい。なんて言葉じゃ足りないくらい素晴らしい。大リーグの誰もが。 彼の才能に、異形の念を抱いている。私なんて、メッツの試合が終わった後に、大谷が何をしたのか確認。するために急いで、スマホに向かっているくらいだ。メッツのマーカス・ストローマン投手は、大谷を、神話上の伝説が、人間の形をとったような存在と呼び、メッツの試合が終わった後には、大谷の最新情報を確認するために急いでスマホに。 向かっっていると語ったマット・バーンズ投手彼は我々が今まで見た中で最も肉体的な才能に恵まれた野球選手だと私は個人的に思っている時速101マイルの球を投げて600フィート先までボールを打つ子とができる人間が今後出てくるとは思えない彼は信じられないほ どの才能を持った特別なプレイヤーだ彼が健康を維持し長くキャリアを積んでいけることを願っているザック・プリーザック投手彼はとても楽しんでいると確信しているマウンドに立つことバッターボックスに立つこと外野に立つこと毎日どこかに立ってプレーできることを大谷を見るたびに彼はきっと全てを楽しんでいるのだなと思う 彼がマウンドとフィールドでさまざまなことを成し遂げる姿を見れることは素晴らしいことだそれはただただ素晴らしい彼がプレーするのを見るのを楽しみにしているし彼と対決するのも楽しみだテリー・フランコーナ監督ご存知の通り彼はとてつもないアスリートだ彼という存在を言い表すなら世代を代表する一人がよい言葉だろう 実際、この男は、とても素晴らしいアスリートだ。そして、彼が、投手と打者を、ここまで高いレベルでやれることはかな。り驚くべきことだ。イアン・ケネディ投手。彼は、実際どれほど優れた打者なのか、または、彼がどれほど優れた。投手なのか、当初多くの人が、そんな話をしていた。私は、まあ、投手としては優れているんだろうが。 どこまで打てるのかは見ものだなと思ったことを覚えている。彼がどんな能力を持っているかは知っていたが、彼は私が思っていたよりもはるかに優れた打者だった。アレックス・コーラ監督、私たちはあのようなものを見たことがない。彼はディオン・サンダースのような存在だ。彼らは普通とは違う。めったに見られるものじゃない。その手ごわさを。 あなたはただ楽しむべきだ。彼のような存在は二度と見れるかわからないのだから。ダスティ・ベイカー監督、この男はとてつもない、とてつもないアスリートだ。そして彼について、私が最も感銘を受けたのは彼が敵に。対して、いかに礼儀正しいかということだ。それは彼らの文化、日本の文化の一部なのだろう。 彼は審判に挨拶し、打者に挨拶する。私は、面と向かってあった。ことはないので、彼は、まだ私に挨拶していないが、彼が私を見たら、私に挨拶するだろう。私は、プレイヤーとして、そして人としても、彼に感銘を受けた。ダスティ・ベイカー監督は、半世紀以上にわたって、 数々の偉大な野球選手を見てきた名称だ彼は野球選手としての大谷だけでなく人としての大谷に異形の念を抱いているマット・シューメーカー投手クレイジーだ彼は時速100マイルの球を投げる上にどうやっても打ちようのないエグすぎる時速90マイルを超えるスプリッターを投げるあれは打つのが不可能だただただクレイジーだ 2018年に大谷翔平のチームメイトだったミネソタツインズのマット・シューメイカー投手はクレイジーを連呼して大谷を称賛したアンドリュー・ベニンテンディがシュあのシーズン初めの彼が二刀流を披露した試合で彼は時速101マイルの球を投げた直後に打球速度時速115マイルのホームランを放った明らかに彼は非常に才能があり 見るのが楽しい選手だスコット・サーベイス監督現在の MLB にはこの世代を代表するような才能豊かな選手が数多くいるが大谷のような選手はこれまで見たことがない彼の才能は非常に非常にユニークだシアトル・マリナーズのスコット・サーベイス監督は大谷を球界の最高の選手の中でもはるかに抜きんでていると述べた チャーリー・モントーヨ監督。彼に対して投げるべき球がなかった。アウトコースに投げれば、左に深く飛び、インコースに投げれば、右に深く飛ぶ。彼は、どの球も高く飛ばすことができて、彼は、時速100を超える球を投げることができるというのだから目を見張るばかりだ。トロント・ブルージェイズのチャーリー・モントーヨ監督は大谷と対戦したときに抱えた問題を簡潔に述べた。 ブランドンロウニ・ルイシュ。時速120マイルでボールを打ち、時速100マイルでボールを投げる。ことができる人はほとんどいない。大抵の人間は、それらのうちの一つだけでもできれば満足なはずだ。彼が、その両方を行うことができ、一貫して優れて、レベルで行うことができていることは極めて印象的だ。タンパベイ・レイズのブランドン・ロウニ・ルイシュは、 大谷が単にそれらをできるだけでなくそれを何度も繰り返し行うことができる点に注目している CC ・サバシア元投手大谷について前に語ったが俺の言った通りだろうインディアンスやヤンキースなどで通算251勝を挙げた CC ・サバシア元投手は今シーズン初めに大谷が健康を維持することができれば リーグ MVP 賞を受賞するだろうと宣言するなど大谷翔平に対する熱狂を煽ってきた人間の一人だサバシアは2020年4月にエンゼルスガイアテジャスティン・アップトンを自身のポッドキャストにゲストとして招いた際に大谷のことを私の人生で今まで見た中で最高の野球選手だと語っていたダグ・グランビル元ガイアシ手大谷翔平が バッティングやピッチングをするたびにアラートで知らせてくれる機能が欲しいのですが SHO ラールとショーラートなんて名前を思い出したのですがいかがでしょう元 MLB 外野手で現在は ESPN アナリストのダグ・グランビルは大谷が打ったり投げたりする瞬間を逃したくない人のために大谷アラートシステムを提案しているアダム・ジョーンズ外野手 大谷は全くもって素晴らしいなんというかもう私は異形の念を抱いている